有機15回目です。セミナーは270番の問題。今日はケトンというところを説明していきますよね。ケトン、CO ケトン CO、 これカルボニルっていうのかな。カルボニルキトン、このカルボニルキがあるやつを一般名ケトンというんですね。でケトンの作り方はね、第二級アルコールから やるんです。覚えてるか。こう C があって、ここは R って書いてあるけど、ここは C とつながってるな。こっちも C とつながってる。 OH がくっついてる炭素があって、 C が2つあるから第二級だ。でこの第二級のアルコールを酸化したらね、酸化っていうのはこう O をくっつけるということで、名詞この O がこちらだ。こう来て H を取るというのも酸化や。これ H2O が取れたら CO だな。ケトンになります。第二級アルコールはケトンになると。これ、これはね、ここの R が H で、この R たちが C の場合な。でこの、具体的な物質、これは C が3つ。名前つけるか、これはプロパンよ。教科書にはね、プロパノール、プロパノールって書いてあるんだよな。これもね、意味なしで覚えるって言ったら覚えられへんな。2ってどんな意味かってね。これでプロパノールって分かると思う。これ2、プロパノールってな。プロパン、C が3つ、プロパン。で、最後、E を OL に変える。OH がついてるからな、2プロパノール。で、この2っていうのは、炭素がついてる、水素、OH がついてる炭素のものだな。この2プロパノールがね、酸化すると、酸化というのはこうやな。この O がこう取れるな。こんなのやつ。これアセトンだな。これも名前付け方あるんだけど、もう、なあ、プロパノールっていうんだよな。プロパノールやっとこうかな。こんなプロパノール、プロパノール、これいいよね。最後ケトンの O に変えるな。プロパノール、まさにいいやつですね。これはアセトンの使いますよね。アセトンは有機溶媒、これ大学にいっぱいありますよね。このアセトンを使っていろいろ溶かすんですね。まあ除光液も使われてますよね。アセトンね、アセトン、今日やってるのはアセトンで、教科書305ページね、の、特に除光液って書いてあるわ。これが有機溶媒。除光液。のどくやろ。で、こうというのはね、光やな。全部光やってるんです。除光液。な。じゃあ、アセトンの製法です。これ、酢酸カルシウムというやつね。CA の営み CH3COマイナスと CO マイナスが2つあるな。 CACO3 という形で取れるんですね。で残りが CH3COC とアセトンができます。これがアセトンの製法やね。TOI6 はね、これはこれ名称は1234な。これはメタン、エタン、プロパン、ブタンな。見てるかな。2ブタノールな。2ブタノールを、こう、酸化するな。こう、こうなんです、これね。これは2ブタノールや。ブタの E を、こう、こうみたいなブタな。これ、ね、カマン、ニクロム酸カリ。ニクロム酸カリ、これ1年生の範囲やんけどな。2Cr3 プラスで7倍の H2O、14倍の H プラス、6倍の E マイナス。この14倍の H プラスっていうのが硫酸のことやな。硫酸を入れないとね。半々の式と硫酸入れないと、この酸化反応起こりません。この半々の式については、ちょっと化学基礎でも上げましたので、化学基礎の範囲を見といてください。今日はヨールドホルム反応ね。ヨールドホルムというのはこれやな。CHI3 な。CHCl3 というのはこれはプロドホルム。見てるな。C
CN の I バイな、ヨウ素バイ。黄色い結晶ができるんだけど、失敗すること多いんですけど、ちょっとやってみようかなと思ってます。ヨウ素バイ。これはね、形としては CH3C4 とかね、CH3CH4H、こういう形のやつがあるとね、NAOH と I2 入れたらね、ここの CH3 っていうところがね、CHI7 に変わっていくな。ここに OH が、NAOH の OH が反応して、この部分が共同フォルムに変わっていく。で、これはね、ここにね、エタノールが入ってるな。エタノール。エタノールがヨウ素ホルモン反応します。で、ここにヨウ素を入れていきます。ヨウ素9滴、10滴、10滴ぐらい入れたからな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10滴入れました。ね。で、ここにね、NAOH を入れるな。これは NAOH のね、どの辺かいけるか言ったら、茶褐色の色が消えて、薄い黄色い液になるまでこれで書いたな。ちょっと書いておこう。これはこれでこうやるか。な。先生、お湯につけてからとか。お湯につけといて。お湯につけといてね。はい。お湯につけといて、で、こうやっていこうか。な。NAOH をね、あ、もう消えてきたね。あ、なくなったね。今の NAOH 加えるとね、黄褐色が切れて薄い黄色の液になるまで加えると、で、黄色の溶素の結晶が出てきたね。なこれちょっと最後にな、今ちょっと温めて最後に見ましょうか。で、その前に270の問題を読みましょうね。ヨウ素ホルモン反応陽性のやつはどれかってな、この形だと、この形しか反応しないと、これからいこうか。これな、これあかんな。 CC、 これはまあな、これ CCC5 やな。これはまあな、あの形やろ。これ、これはこの部分が強いな。これは OK やな。これも OK や。こっちが H。これも OK や。これも OK やな。これが、問題。ちょっともう一回最後。あら、もやもやした説がどっか行ってたんでね。これは、ちょっと待ってよ。ここに、もうちょっと要素入れてみたら。さっきもできてるんだけどな。はい、終わります。